アレクセイ・アレクサンドロビチョー・スタペンコは、ロシアの男子バレーボール選手、サラトフ出身。ポジションは、ミドルブロッカー。元ロシア代表、2002年、ロシアスーパーリーグのネフチャニック・ヤロスラブリへ入団。ルチモスクワを経て、ディナモモスクワへ移籍し、2008年に、リーグ優勝と、ロシアカップ優勝を飾った。 ジュニア代表として出場した2005年ジュニア世界選手権ではベストブロッカー部門とベストサーバー部門でそれぞれ1位を獲得ベストブロッカー賞とベストサーバー賞を受賞しロシアジュニア代表の3大会ぶり3回目の金メダル獲得に貢献したロシア代表のミドルブロッカーに選出され2006年8月5日エカテリンブルクで行われたワールドリーグ 中国戦で代表デビューを飾り、2007年、ワールドリーグ、2007年欧州選手権で準優勝、2007年、ワールドカップでは、銀メダル獲得に貢献。2008年北京オリンピックに出場し、銅メダルを獲得した。2009年11月5日、女子競泳選手で2004年、アテネオリンピック銀メダリストのスタニスラワ・コマロワと結婚した。 ありがとうございます。